なんか新たに新しいことやりたいんですけど、2019年。そう。なんかつまんないじゃないですか、今までと同じじゃ。確かに。行動したい。みんなと会いたい。大会やりたいんです、私。うん。企画したいんですけど、そういう力ってあります？ないですよね。ねえ、私たちだけじゃどうにもできない。ちょっとなんか誰か知り合いでいい人いません？大会を企画してくれるような知り合い。うん、いる。いるんだ。楽見つかる。呼んで。そんな人に紹介してくださいよ、私と。用意してきました。お、会える。あ、もう行けるんすか。会いましょう。するしない。じゃあ、はい、アストンの翔です。YouTube やってます、日向彩子です。よろしくお願いします。頂戴します。翔さん、今回は来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。あの、すいません、はい、普段は、はい、あの、何をされてて、はい、どんな活動をしてらっしゃるんですか。はい、マージャンプロの方を、いろんな面白いプロの方、マージャン強いプロの方を呼びして、まあ、ファンの皆さんと楽しいマージャンの大会をしていただこうという企画をやっております。マージャンのイベント企画を普段からされてて、はい、私の今回願望を叶えてくださるためにお手伝いしてくださるということですか。はい、そうです。ありがとうございます。私がやりたいのが、はい、初心者の方が初めてこう麻雀という集まりに参加できる、はい、しやすい環境をお届けしたいんですよ、はい、なのでするしないのこのカラーのまま、はい、麻雀打てる人もそんな覚えたての人も全員が楽しめる企画やりたいんですけど、はい、どんなことしたらいいと思いますか。そうですね、まずはあの初心者の方がどうやったら大会参加しやすいかっていうところを、まあ、しっかり伝えているところが必要になってくると思うんですよね。なので日向の大会はすごくこういうところが参加しやすいよっていう、まあ、テーマを決めて、テーマ、はい、それを伝えてあげることが必要かなと思います。テーマって今回何を一番にこう出していったらいいと思います。はい、するしないの、まあ、テイストのまま初心者さん向けのいい得点、いいところがあるので参加してみてねっていうところだと思うんですよね。初心者向けの得点、私のするしないの中でやってる日向の部屋を実際にイベントの中でやることって可能ですか。いいですよ。見てくれたことあります？あります、あります。あの、私がゲストを選びたいっていうのも、はい、いけます？いいですよ。私一人じゃちょっと、はい、あのたくさんの人呼べないかもしれないんで、はい、力強いメンバー、はい、そして仲間を呼びたいの、誰でもいいですか？いいですよ。本当ですか？はい、じゃあ私が選びます。はい、さらにまだお願いがあるんですけど、はい、会場で、はい、あのするしないオリジナルのグッズを販売したいんですけど、はい、やっぱお金大事じゃないですか、大事ですね、世の中、はい、売ってもいいですか。いいっすよ。やったー。あともう一個最後に、はい、麻雀以外の楽しみが欲しいんで、はい、みんなとゲームやってもいいですか。ゲーム、はい、麻雀じゃないゲームやってもいいですか。いいっすよ。あのチーム対戦とかしてもいいですか。以上。ちょろいじゃん。すげえ何でもいいって言うじゃんこの人。あ、じゃあ今言ったの全部盛り込んで、はい、いいんですか。やりましょう。じゃあ盛り盛り込み込みで全部再現した、はい、今までにない感じの大会を一緒に作っていってもらってもいいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全部 OK もらいました。会えたね。早かったね。やろうと思ったら何でもできるね。もう翔さん、い、何でもいいって言ってたじゃん。好きなようにやっていいって。やっちゃおうよ。私のオリジナルの大会を私が好きなこう項目でやっちゃいたいと思うんだけど、まずは初心者の方呼びたいですよ。あの絶対に大会だといろんなレベルの方来るから、ご予約いただくときにレベル分けしましょう。最初に分かるように、で、タグ組の時に全員初心者とかならないようにレベル分けのアンケートを作成する。で、せっかくあ、なんか大会初めて参加した人っていうのも分かりやすいように、
オリジナルのするしないの簡単な点数表を自作しようと思います。で、もう簡単にサイコロの目取るの大変なんで、一律地7で切りましょう。自分のもうそれぐらい分かりやすいし。で、問題はゲストだよね。ゲスト、あんまりこう誰みたいになるのも嫌だし、すごいギャラが高すぎる人もちょっと呼べないから、程よい感じの人選、中田と春菜呼びます。あれはもう備え付けパックみたいな、安心パックみたいな感じですよ。で、大会自体のゲストはやっぱりさ、最高で最強だよね。あの人呼びたいよね。めっちゃ仲いいからさ、安い賃金でも来てくれるような気がする。近藤誠一プロ。で、誠さん一人じゃちょっとチーム戦とかやりたいから、まだちょっとゲスト足りない。後輩で呼びやすそうな人一人しかいないよね。朝倉浩二、あざぴんじゃない？だって後輩だもん、先輩の言うことは絶対みたいな。あと久々にあの人使おうよ。最高戦の後輩になったし、ドッポリオン、山田ドッポ、ドッポリオンがつなぎで参加してもらいましょう。それで3人と日向と全部の司会進行はるちゃんで、この5人どうですか。で、あとはただ麻雀するだけだと打ってる人も、あ、なんか麻雀打ち終わったね、バイバイってなるの寂しいから、コーナー他のやりたくて、せっかくするしないでやってる日向の部屋を出張版で生ライブでお届けしようかなと思います。陰性さん朝ピン編で、みんなとわちゃわちゃして皆さんの質問にも答えるし、せいさんとあさぴんの過去の恋愛の話とか。どんな話出てくるんだ、特にあさぴん大丈夫かな。あとはチーム戦やりたいから、2チームに分けてゲストをで、来てくださる方もチーム分けして、チーム対抗戦のゲームをちょっと企画したいなと思ってます。結構グッズできて、売る機会がないから、グッズをだって翔さん何やってもいいって言ってたから、グッズ大量に持ってって、売り上げを上げよう、そうしよう。で、皆さんに買っていただき、優勝した方にはレアな商品もってことで、プラスアルファ出すような感じで、どうですか。もうあれもこれもつけての怒涛の勢いパック。これでちょっと日向の大会企画してみたいと思います。というわけで皆さん、今日から私企画の麻雀大会の参加者募集が始まります。豪華なゲストと豪華なイベント、いろいろこう盛りだくさんな内容になってますので、1月27日はぜひ一緒に遊びましょう。そしてグッズをぜひ購入してください。よろしくお願いします。皆さんのご応募お待ちしてます。